皆さんこんにちは。私は横浜みなとみらいホールのオルガニストインターンシッププログラム第13期修了生の小野田美奈です。今日はよろしくお願いします。最初にお聞きいただきましたのはトランペットボランタリーでした。一度は聞いたことがある方もいらっしゃるかなと思います。次にスペインの作曲家の作品をお聞きいただきます。この曲は聖母マリア様のために祈りを捧げる時のために作られた曲ですが、パブロ・ブルーナというスペインの作曲家はスペインのですね、黄金時代と呼ばれていた時代に活躍した作曲家です。この時代はスペインの政治も文化も非常に発展した時代で、よく皆さんもご存知の小説ドン・キホーテなんかが書かれたのもこの同じ時代です。でこの時代のスペインで作られていたパイプオルガンの特徴なんですけれど、すごく豪華で派手な楽器が多かったです。オルガンのケースは金の塗装で塗られていて、パイプ一本一本に顔の絵を描いたりですね、さまざまな装飾がしてあったりとあって、なんかオルガンをいかに豪華に見せるかに情熱がこう傾けられていたんじゃないかなと思います。では400年前の曲ですけれど、今もこう延々と続く祈りのようなイメージで聴いていただけたら幸いです。
ありがとうございました。と続きましてバッハの作品を演奏いたします。と次に演奏する曲はとバッハがケーテンという町にいた時に作曲した曲です。もともとバイオリンの曲だったんですけれど、それを、オルガン用に編曲、フーガの部分ですけれど、オルガンに編曲したものが使われています。で、このケーテンにいた時ですね、バッハはレオポルト公という、非常に音楽の大好きな公爵の下で仕事をしていたので、給料もとは待遇も非常に恵まれていまして、数々の名曲を残しました。でですね、このバイオリンの曲はもちろん経典でバッハが実際に書いた自筆譜がですね残っているのでバッハの作品で間違いないのですが、実はこの今から演奏するオルガン曲のフーガーに関してはバッハの自筆譜が残っていないので、いまだにちょっと違う人がもしかしたら編曲したんじゃないかというふうに言っている学者もいます。で今年の年間テーマがですねバッハに魅せられた人々ということで、この曲を私は、選んだんですけれど、どうしてかと言いますと、この曲を作った時にそのレオポルト公のような、バッハの才能に非常にこう魅せられてバッハを支えた人たち、またですね、このケーテンでは、皆さんもよくご存知のバッハの2番目の奥さんですね、アンナ・マグダレーナと再婚をしたのもこのケーテンでした。そして、今のようにですね、ちょっと偽物かもしれないというこの曲なんですけど、でも私はそれでもいいかなと思うんですね。というのはもしこれがバッハじゃない人が編曲した曲であったとしても、それは絶対にバッハに魅せられた素晴らしい作曲家であったことは間違いないので、なんか将来そういうストーリーが生まれてもいいのかなと思ってこの曲を選びました。ではお聴きください。
ありがとうございました。今日はですね、実はこの私すごい性格が心配性というかすごく用心深い性格なので、この MC も一生懸命原稿を書いて一生懸命練習していたのに、原稿を楽屋に置いてくるという失敗をしまして、もうなんか最初からちょっと動揺しながらのコンサートとなってしまって、本当に爪が甘いなと反省をしております。と最後の曲になりましたが、最後はビドールという作曲家の曲で、交響曲第5番ですねの第一楽章をお聴きいただきます。とこの曲は変奏曲になっているので、本当にこのオルガンルーシーのですね、魅力を余すところなく聴ける曲だなと思います。でこのルーシーの魅力はですね、やっぱりすごくオーケストラのようなふくよかでこうカラフルな音色だと思うので、まあ、そんなルーシーとこの曲は本当最高の相性だと思いますので、曲と楽器の最高のマリアージュをですね、ぜひお楽しみください。本日はありがとうございました。
終わって最高って感じです。それ一言です。はい、緊張しました。そうですね、まあ、技術的な面で言うとなるべく事故を起こさないように止まらないようにっていうのが大前提でしたけど、はい、まあ、あとは初めてオルガンを聴きに来るような私の友人とかも大勢いたので、まあ、オルガンをこうエンジョイしてもらえるようにすごく、一人で弾いてるみたいにならないようにみんなってこう一体感が出るようにすごく気をつけました。私は教会の、クリスチャンで信徒なので、まあ、教会にずっと通っていて、でそれで礼拝の時に、まあ、オルガンが使われていたのでそれを聞いていて、ああいいなって、私も弾いてみたいなと思ったのが、まあ、一番のきっかけで、それで、はい、習い始めました。うん、あかっこいいなっていう気持ちと、やっぱ足鍵盤があるので面白いなっていう感じですかね、はい、初めての時は自分がまさかそれを専門の楽器にするつもりなかったので、もうただただ楽しくて感じでしたけど、まあ、実際に大学を受験するってなった時にはもう難しくて、もう何度も何度もレッスンで泣かされながら取り組みましたね、はい、なんでなんでしょうかね。本当になんか先ほどホールのオルガニストの三浦初美先生ともお話ししてて、まあ本当に本番を迎えるたんびにすごい緊張するし、まあ、難しい楽器ですし一人ぼっちだし、なんか本当に毎回やめたいやめたいって思うんですけど、それでもやっぱりやめないでこうやって続けてきてるのはもうもはや病気であると先ほど初見先生とも話していて、だから病気なんじゃないですかねきっと。なんかもうでも本当操られてるって感じですかね。私にとってまあもう一生を共にしたい、まあよくありがちな言葉ですけどパートナーであり、まあ落ち込んだ時も助けてくれるし、でやっぱり落ち込まされることもあるし、まあ、でも本当生活の一部になっている存在ですかね、はい、やっぱこう自分がそのパイプオルガンの歴史の一部になれるっていうか、まあ、本当にすごい歴史の長い楽器で、日本のパイプオルガンの歴史なんてのはまだまだ始まったばっかりで、で本当楽器も一台一台もう年代物っていうか、ルーシーなんてまだまだ若いけれど、これから何百年もやっぱりこうね、生きていく楽器なので、なんかそのなんか歴史に自分もこう参加できるっていうか、本当に終わりのない旅というか、そういうところが普通の楽器よりも面白いところじゃないかなって思います。難しいところは、まあ、逆にその先ほども言いましたけど、やっぱ歴史がまだ日本は浅いので、これからオルガンを知ってもらうこともやっぱすごく大事なので、まあ、曲も本当にまだ知らない曲ばっかりっていうものが多いので、まあ、いかにその皆さんを、その観客の皆さんをその興味を持ってオルガンを聴きに来てもらったりこうしていくっていう、やっぱ使命がこれから歴史を作っていかなきゃいけないので、そういうところが難しいところかなと思います、はい、そうですね、まあ、本当に性格はいいなって思いますね。あんま裏切ったりとかしないで、本当にこうピンチを救ってくれるそんな楽器だと思います。本当に、ね、パイプ数がすごく多いんですけど、一つ一つのパイプがすごくこう綺麗な音色で、こう無駄なものが一つもなくて、だからその重ねてたくさんのパイプをいっぱい一気に使うことでも素晴らしいですし、一本一本でもすごく一つ一つが綺麗なので、なんかそういう本当に洗練されてる楽器っていうんでしょうか、本当にもう宝物だと思います、はい、まあやっぱり大きな肩の荷が降りたっていうのもあって、本当にやだってやったっていう気持ちと、やっぱりこのホールの皆さんと共に過ごしてたのがすごく楽しかったので、まあ、ちょっと寂しい、これからなんかもうインターンじゃないんだっていうちょっと
喪失感みたいなのもあるなって思います。はい、1年で一番バカになれる日だと今日は思ってちょっと一人で飲みにでも行こうかなと思ってます